一口駅名解説へようこそ。今回は、南武線の分倍河原駅の名前の由来について解説していくよ。鎌倉幕府滅亡のきっかけとなった分倍河原の戦いで知られるこの地名、河原とつくことから察せられるように、玉川に関係しているよ。奈良時代、戸籍に基づいて民衆に田んぼを支給し、収穫量の 3% を税として徴収する仕組み、班田収授があったよ。この時支給される田んぼのことを、区分田と言ったね。もちろんこの辺りにも区分田がたくさんあったけれど、当時の玉川は治水が不十分だったこともあり、よく氾濫を起こしていたよ。さらに土壌も米作りにあまり適していなかったので、収穫量が他の区分田に比べて少なかったんだね。その少ない分を補うために、この辺りの区分田は倍の広さで支給されていたんだ。区分田が倍だから、短縮されて分倍になったよ。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。